大臣、政府はいつまで国民をないがしろにするんですか？そんなことはありません。国民の皆様のために常に尽力しております。しかし大臣、政府は税金を無駄遣いしすぎです。そんなことはありません。国民の皆様からの血税は無駄にせず活用しております。あんなに変なフィギュアばかり買って無駄遣いしてる人間が税金を無駄遣いしないと言っても信用できません。今それは関係ないだろう。いくら夫婦だからって。無駄な箱物も仮面ライダーのフィギュアも何の生活の役にも立ちません。いや、それを言うなら君だって無駄なブランドバッグばかり買い揃えてるだろう。バッグはフィギュアと違って実用性がありますから。フィギュアに財布が入りますか？あれだけたくさんあるバッグも8割以上はしまったままじゃないか。使ってないバッグに実用性なんてないよ。使わないバッグはフィギュアより無駄だよ。なら利用者のいない箱物も実用性がなくて無駄だから税金の無駄遣いということでいいですか？いや、それは相変わらずレスは強いな。いや、フィギュア購入に使った分以上稼げば問題ないだろ。無駄を省かずまずは増税ということですか？順番が逆じゃないですか？財務省の言いなりですか？そうは言ってないだろう。いや、さっきから国会と家庭内の話を一緒にするな。政治とは国民の生活を向上させることなら、普段の家庭生活は国政に十分関係した重要事項であると言えると思います。奇弁だよそんなものは。これを奇弁ということは、大臣は家庭をないがしろにする人間ということでよろしいですか？いや、そんなことはありません。私は家庭を第一に考えております。家事をしない人間に家庭が第一なんて言わないでもらいたいですね。しょうがないだろう、忙しいんだから。私だって国会議員だから忙しさに変わりはありませんよ。いや、でも大臣と何の役職もない一国会議員じゃ忙しさに差があるというか。問題発言ですよ。野党は楽でいいよなって言いたいんですか？言ってないよそんな。主婦は楽でいいよなみたいなこと。野党も女房もヒステリックで批判ばかりでうるさいって言うんですか？だから言ってないって言ってるんだよ。大体銀座のクラブで女の子にデレデレしてる人間が本当に忙しいんでしょうか？いや、それは付き合いだからしょうがないだろう。明美ちゃんとアフターで二人きりでカラオケに行って一緒にロンリーチャップリンを歌うのが何の付き合いになるんですか？なぜそこまで知ってる？政府の監視と夫の監視は野党と妻の役目ですから。強すぎだよこの諜報機関。いや、それも政治家の付き合いには必要だから。じゃあ私も付き合いでホストクラブに行ってもいいですか？いや、それはダメだよ。男は良くて女はダメなんですね。はい、それ性差別、女性蔑視、男尊女卑。分かったよ、悪かったよ、もう行かないよ。こんな自分勝手で二枚舌の人間が大臣をやってる政府なんて信用なりません。国民の皆様、今こそ政権交代が必要です。私たちが日本を変えてみせます。そんなことはありません。政権担当能力は我々しか持ち合わせていません。批判ばかりのあなたたちにこの国の政権は担えません。私たちには政権担当能力があります。それを証拠に今日もベッドの上で連立組もうねって昨日の夜言ったのはあなたでしょう。いや、それ言う普通。夜の政権交代をしよう、僕の政権を握ってくれとも言ってたし。やめ、自分で言ってて恥ずかしくならないのか？我が家じゃ君が総理大臣だから、夜は野党の僕が攻める側だねとも言ってたし。だから言うなって、お互いダメージでかいだろう。ベッドの上では国会よりも厳しく僕を罵ってほしいって。ちょっと委員長、もう時間じゃないですか？もう質問時間過ぎてますよね。何？太平党の方なんですか？自分たちの質問時間を譲る？は？なんで？ちょっと委員長、ダメですよねそんなの。ねえ。面白いから続けて。は？なんで？いや、ダメでしょそんなの。公開軽視も甚だしいでしょ。ねえ、太平党の人、収支報告書の記載漏れについて聞きたがってましたよね。いくらでも答えるから。ね、考え直して。ね。ではお言葉に甘えて。国政では官僚の言いなり、家では妻の言いなり、そんな傀儡大臣に質問なんですが。もう勘弁してくれ。ねえ、そろそろ4人目が欲しくない？我が家の少子化担当大臣は仕事熱心で困っちゃうな。